福島競馬場第1レースは福島牝馬ステークス、体勢整いスタートしました。人気のコスパボギー、まずまずのスタートを見せています。先行争い、さあ何が行きますか。ビールシンパシー、ラビュエル、競り合うように出ていきます。マヒゲの馬体、ウィンピクシス、その外にグランベルナデット、内からトーフェノーリエ、その外にシンデクタ、続いています。夏沿いを回るのはコスパボギー、外から10番君の仲間に内を下がらず、ベイシャフラワー、黒い馬体はライトクオンパ、これをぴったりとマークするように。11番タガノパッション、漆黒の馬体エリファビータ、その後ろファイウェル、そのうちにエリオトロピを内に並んでピンクギン、一番後ろからエミュー、こういった体勢です。火花を散らす16頭、鞍上はどういう思いでこのレースに臨んでいるのか。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭変わってラリュエル、外の方からビールシンパシー、当然通りへ間が空いた形、外から追走グリーンピクシス、さあ3コーナーを過ぎ先頭が突き放しにかかります。先頭はまだラリュエル、その差半馬身、2番手追走はビールシンパシー、ファイウェル、しびれる手応えで上がっていきます。ライブオンカム、差を詰めてきたラリュエル、4コーナーを先頭で駆け抜けます。ラリュエル先頭、ウスパブギ早くも先頭を捉える勢い、先頭はラリュエル、外ビールシンパシー、続いてシンレクタ、シンレクタ先頭、2番手はラリュエル、シンレクタわずかにリード、2頭並んでゴールイン、どちらが勝ったのか微妙です。勝ちタイムは1分47秒0、際どい勝負になりました。福島競馬場第1レースは福島牝馬ステークス、体勢整いスタートしました。人気のコスパボギー、まずまずのスタートを見せています。先行争い、さて何が行くのでしょうか。ウィンピクシス、先頭を伺います。ラリュエル、先行体勢です。外の方からビールシンパシー、2馬身後方にトーフェノーリエ、競り合うようにして外グランベルナデット、コスパボギーが夏沿いを追走、外から4番ベイシャフラワー、競り合うようにして外君の仲間にエリファビータ、追走しております。外から追走シンベクタ、内を下がらずライトクオンタ、その後ろにはタガノパッション、内側のこの位置にピンクギン、ファイウェル、この位置から内にいるのはエリオトロピオ、そして最高峰にエリュー、先頭からしんがりまではおよそ15馬身。このレース個人的に注目している馬はエリュー。さあもう一度先頭から見てみましょう。現在先頭はラリュエル、その後方からビールシンパシー、続いています。2馬身後方にウィンピクシス、さあ徐々に後続が差を詰め始めます。先頭はまだラリュエル、その差1馬身、これを追って2番手にビールシンパシー、そして間からウィンピクシス、ファイウェル、差を詰めてきた、そして間からシンビュクタ、各馬これから直線に向かいます。ウスパブギー、そこから届くのか。ビールシンパシー上がってきている。ウィンピクシス追いすがる、残り200、1頭抜け出した。2番手はビールシンパシー、オスパボニータ、突っ込んでくるビールシンパシー、伸びてきたグランベルナデット、グランベルナデット、グランベルナデット、先頭でゴールイン、1着グランベルナデット、続いてオスパボニータ。勝ちタイムは1分46秒7、勝ったのはグランベルナデット。福島競馬場第1レースは福島牝馬ステークス、体勢整い今ゲートが開きました。人気のオスパボギー、まずまずのスタートを見せています。先行争い、まず何が行くのでしょうか。ラリュエル、ビールシンパシー、競り合うように出ていきます。内後ろを通ってオスパボギー、外から追走ウィンピクシス、外外を回りましてグランベルナベット、そのうちにベイシャフラワー、外からライトクオンカム、そのうちに君の仲間に内を継がなく当然通りへ2、3馬身ほど離れてシンビュクタ、並ぶように打ちエリファビータ、その後ろタガノパッション、並ぶように打ちピンクギン、外から7番ファイウェル、並ぶように打ちエリオトロピオ、そして進学にエリュー、こういった体勢です。本日のドリームレース
私自身も非常に興奮しながら実況しております。さあもう一度先頭から見てみましょう。現在先頭はビールシンパシー、その後ろラミュエル、二三パシーほど離れてグリーンピクシス、外目からは同点通りへ。さあ徐々に後続が差を詰め始めます。先頭はビールシンパシー、後続との差はまだ2馬身。これを追って2番手にラミュエル、そして間からシンエプカ、ファイレン、差を詰めてきた。そして間からエリュー、ビールシンパシー、4コーナーを先頭で駆け抜けます。オフパフニー、そこから届くのか。内からラミュエル、現在2番手の位置、残り200を切った。ビールシンパシー、ビールシンパシー、2番手はラミュエル、シンエプカ突っ込んでくる。これは大激戦、横一列3頭もつれてゴールイン。ウィンピクシス、わずかに先着か。2着にラミエル。勝ちタイムは1分46秒8、ゴール前接戦になりました。福島競馬場第1レースは福島牝馬ステークス、枠入りが完了してスタートしました。人気のオフパポニー、まずまずのスタートを見せています。先行争い、まず何が行くのでしょうか。ビールシンパシー、ラミュエル、競り合うように出ていきます。グリーンピクシス、清掃しております。内側に同点通りへ並ぶ形、黒い馬体はライオンヨンパ、内に並んで君村アマリア、夏沿いを回るのはオフパポニー、ランベルナベット、外から追う形、内からメイシャフラワー、一馬審査追走、15番シンビュクカ、エリファビーカ、内を行きます。外よりタガノパッション、2馬身ほど離れてファイウェン、エリオポロピオ、その内を通ります。内に並んでピンクギン、最後方からエリュー、先頭からしんがりまではおよそ15馬身。火花を散らす16頭、鞍上はどういう思いでこのレースに臨んでいるのか。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭は依然ビールシンパシー、レースを引っ張ります。ラミュエル、その内を通ります。ウィンピクシス、間が空いた形。さあ徐々に後続が差を詰め始めます。先頭はまだビールシンパシー、その差半馬身。ラミュエル並ぶようにして2番手、内をついてウィンピクシス上がっていった。そして間からファイエル、各はこれから直線に向かいます。先頭はビールシンパシー、オフパフニー、ここから前を捉えきれるか。内から必死にウィンピクシス、残り200を切った。ビールシンパシー、ラリエル、2頭並んだ。ビールシンパシー、ラリエル、ここで並んだ。ビールシンパシー、ビールシンパシー、2頭並んだところでゴールイン。体勢は微妙で、去ったのはわずかに。ビールシンパシー、勝ちタイムは1分46秒2、岩の井勝負になりました。